バス停があって、なんかあちこちやとね。うわ、しまってる。あ、まあ、もうな、今日はね、ほうほうほう。ライフガードがある。で、ちょっと、まっすぐ行った方がいいのか？あ、しまったな。あんな感じでバスか。あ、神戸行きのバスあそこにあるのね。でもあれ1時間に1本っぽいな。神戸駅行くんだったらダメなんだ。あ、やっぱこれ曲がった方がよかったんだ。はぁ、あ、はぁ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 。なるほどな。こんな感じですね。あ、一つ手前のところでよかったんだ。今赤になった信号のあっちでよかったんですね。大回りにはなってないんで。いや、あ、ノイビアスタジアム神戸あれなんだ。あ、そうなんだ。え、これ。あれ？ヴィッセル神戸がここだっけ？確かそうですよね。ノイバスタジオですよね。で、この真下を地下鉄が走ってるんですね。あ、こっちはこっちになくらっておいて。ごめん。まるでバスに乗る人みたいに。結構バスいろいろ来てるんですね。あ、こっちは1時間に3本あるわ。ツモもある。いいですね。あ、なんか面白そう。なんか面白そう。わかる？なんか面白そうっていう匂いを吹き取る力ですよ。これがね、まだ入った瞬間にね、この通りの感じ、このレンタルがね、こういうのね、平成初期になるというかね。で、パッとね、銭湯、え、これ元気銭湯か。元気でやってんの？営業時間は、あ、ちょっと短縮になったらしいですけど、元気だ、すげえ。待って、すげえの。四日市も結構銭湯残ってることで、やっぱしね、工場とかね、そういったところは、工場や港、周りはね、その工場もね、扱ってますけど、港って、潮風を浴びるんでね、やはりね、ほぼ入りたくなるんですよ。なのでね、特に昔はね、家に風呂がそんなにいなかった時とかは、それでもやっぱり風呂は入りてえっていうのね。本当にね、潮風ずっと浴びてるとね、やっぱね、入りたくなるんですよね。こっち？いや、いい商店街って感じじゃん。なんなのかなと思ってたけど、結構いいね。で、なんでこんだけのかなというか。そっか、ノエビアスタジアムがそこにあるから、そういうことか。試合の時は、だから試合開催との特定ってなってるもんね。もしあそこの周りみたいね、名古屋ドームの周りとかも、まあそこはまだあれだけど、どど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 広島なんかも結構そう、結構あるか。ああ、なるほどなー。じゃあ、ビーチセーブのノイバーテンションに行くと思うから、ちょっとですか、一番近いのか。あ、こんにちは。で、お、それかい。
よくわかってないけど、これはね、おー、あ、駅、塩駅になってるよ。へぇー。ん？で、ここから出入りができる。そのまま乗って、切符は兵庫駅の自動券売機で買うんだ。兵庫駅の自動改札機。だから別に改札を設置する必要もないから、こんなあれなんですね。ファミチシルクともに、行政。アンツーみたいな。でも、出入り口は、奥のメインのやつと、1、2、3、4出入り口あるんですね。そう考えるとでかい駅じゃね。まあ結局あれです。一斉に降りて一斉に乗るからってことでしょうね。通勤の時間は一斉に降りてくし、待機の時間になると一斉に降りてくから。特に改札という概念はないのかな。だから別に入場券を買うとかっていうのもないんで、一応入っても問題はなさそうだけどな。あとで。記念に乗車券買えそうだったら買っとくか。今日、この一駅区間の。ここは、村上岬駅前、駐輪場とかはね。